チェリーです。今回はね、上半期予約が始まったアスナのフィギュアのおさらいをやっていこうかと思います。まあ、完全に国王ごとなんで、皆さんからしたら関係あらへんやんけっていう感じやと思うんですけど、関係ないことないで。みんなもフィギュア予約したりなんやらしてるでしょ。そういう感じでおさらいしてください。自分の買ったやつをおさらいするんでもいいですし、うわーこれ買い逃したなみたいな、じゃあこれちょっと発売した時にでも狙うリストとして入れとこうかみたいな、その復習ですわ、はっきり言うけど。また勉強、うん、もうほんまにこのチャンネルだけは学校やと思って聞いてください。普通のチャンネルじゃないですから、勉強チャンネルやと思ってください。もうすごいね、高度な言い方とかするけど、そこはもうどんどん慣れていってください。多分俺のチャンネル見てたら頭こっつよくなりますんで、はい、ばっかになりますからね、気ぃつけてください。ほんならまず1個目見ていきます。ビーフルのアスナ水着バー7分の1スケールフィギュア、3月24日に始まってますね。今年のアスナ一発目は多分これのはず。もしかしたら見逃してるやつあるかもしれんけど、そこはまあまあスルーしておいてください。多分この3月の後半が一撃目です。ウンディーネ、うん、まあちょっとこのメーカーも正直気になってるけどね。めっちゃ買ってみたい。まあまあ買ってみたいというか絶対買うと思うけど、いずれはね、どんな仕上がりになってんのかっていうのを正直めちゃめちゃ気になるかな。はい、続いてアルターのアスナ GGO バー、これはエゴない。だってスケールエリアでGGO バーなんかあった？俺多分見たことないと思うもん。これ初よな絶対に。いやどうやろ、あるんかな。多分あっても1個とかのレベルやと思うんやけど、実話を言うと独自のルートでしっかり予約してます。独自のルートってちょっとカッコつけさせてもらうけど、まっとうなルートで予約させていただきますんで、これも楽しみですね。楽しみですね。はい、次がキューズ9アスナ7分の1スケールフィギュアかな。うん、これはなんかまあなんやろ、これに似てる、ここにおるイエス枕のアスナと若干体勢は似てるけどちょっと違う感じかな。うん、靴下をこうグッと託し上げてるような感じ。あーでも可愛いなこれも。うん、これがちなみに5月に予約始まってますかね。いやこれ結構なんやろこれ、下に引いてるやつって、これ服がペロンって地面に垂れ下がってるって感じかな。絨毯とかでも何でもないよな。普通に血明騎士団のこのいつもやったらビローンとなってるこのマント、それが下にペタンってなってるよな。うわー片足靴下脱いでるっていうのがエグいな。履いてるのも楽しめるし生足も楽しめる、一つで二つ楽しめるんですわ。許されへんぞこれ。つけ麺からのお湯汁に入れて飲むみたいな状況になってるやんか。まあこれも一応今後ねしっかり手に入れていきたいかなとは思っております。次が、渋谷スクランブルフィギュアのアスナ癒しの天使バー7分の1スケールフィギュア。まあこれはねもう買いました。うん、すぐ買ったかな確か。これ5月やったかな、予約始まったんが。始まってほんますぐ買ったぞ。アスナのフィギュアを全て集めますいう動画出したちょっと後ぐらいになんかポーン予約始まってさ、おみたいな。3万3000円いやけど言ったからには行かなあかんやろっていうことでバーン行ったものの、なんか本物を直で見れるっていう奇跡も起きて、とんでもないフィギュアですわ。いやこの子にはねなんかすごい思い入れがある。初めてっていうことを味わわせていただいたからね。うん、ただね生で見た感想半端じゃなかった。あれは勝って間違いない。いや買わんかった人絶対損すんでこれマジで。次がネンドロイドアスナステイシアのやつですね。これが5月の21日から始まったんかな。うん、まあもう予約は終わってるんですけど、まあだいぶ優しめやなネンドロイドやから。スケールフィギュアの約3分の1、4分の1ぐらいのお値段やからだいぶ助かってはおるんやけど、
なんかもう出過ぎやな。まあアニメがあるっていうので合わしてきてるとは思うんやけど、かなり出とる。正直今回俺もこういう振り返りせえへんかったら分からへんかった話やもん。うわこれあったなみたいな、やっぱあったから。振り返るのって大事やで。予習復習大事ですよって小学校の時とか小学校中学校で習ってきたでしょ。やっぱ大事よ。うん、やって損はない。俺はやらん人間ですけどね。俺はやらん人間ですけどね。ほんでラストステイシアのやつですね、アニプレックス。これはもう先月のアスナ定例報告会で予約したから大丈夫。だから今回紹介したんで予約してんのは3つあるんかな、多分3つやな。そんなもんか。いやだいぶ頑張ったんちゃう。3つ行くのも俺結構勇気いったもん。うん、なんせなんか高いし一個一個が3000なんぼのやつ2体買えるやんあんな。けどな、めっちゃええもん。早期予約特典は終わっちゃったんですけど、国王はしっかり間に合ってね、追加パーツの右手の剣とクリアポスターをね獲得しました。でトノくんがね、これは来年の5月とかやったかな、相当先なんやけど、うん楽しみ。これもね、有楽町の丸井の時に生がおったからしっかり見てきました。なかなか良かったですよ。うん、てかそもそも俺ステイシアのフォルムがめっちゃ好きやから、ちょっと良くなくても全然いい。うん、そんな過剰な期待は別にしてないけど、いやてかいやすごいと思うで、アニプレックスやから絶対すごいと思うんやけど、そんな過剰な期待はしてない。だって期待しすぎてさ、あれとかなったらちょっと残念や。だから俺最初からいつもあまり期待はしてないやけど、期待してへんからこそ来た時のあの驚き倍増するから、跳ね上がるんですよ。上司がね部下に対して期待する時もあるでしょ。期待したらあかんねんて。いや期待してもええんやけど、期待してんのは表面上に出すだけでいいんですよ。内心ちょっとまあこれぐらいって見積もっといて、ほんならこれぐらいを大きく上回ってきた時のその部下がね、ザー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 なるから、うん、もうだんだん分からなくなってきた。まあなんかほんまに話がだいぶずれがちやけど、まあそういうことですよ。過剰な期待はダメですよっていうことを言いたいわけ。自分に期待はしていいんですよ。人に過剰な期待をすんな言うてるわけですわ。はっきり言っちゃうけど。はい、ということでね、アスナのことが全く関係なくなってきたけど、うん、上半期こんなにもたくさんアスナがあったということで、正直怯えまくってますけど、まあ俺は負けへんぞ。今からでもね、とことんまでガトーン言ったるから。無理なことはないんやからね。やっぱり一つの目標を立ててやっていくっていうのがね、生きる楽しみでもありますんで、俺はほんまにちょっと小さな目標ではあるんやけども、アスナのフィギュアを全て集める、まあいわば本当の世界記録保持者もう今まではなんか嘘ついてた、なんたら選手権優勝とか嘘ついてたけど、アスナを全て手に入れたらもう世界記録って言っていいでしょ。まあもちろんね、全国におるかもしれんわ、何人かおると思うわ、アスナのフィギュア全て持ってますよっていう方。けど同率やからね、同率1位になれるってことはもう結局は1位なわけやから、ナンバーワンですよ。俺はね絶対に1個人生でナンバーワン取ったろうと思ってるから、うん、アスナのフィギュアコレクターとしてのナンバーワン取っちゃるけ、取っちゃるけ。まあ意気込みだけはね一丁前にあるんですけど、結果出せるかどうかはわからないんでね、今後のアスナ定例報告会も温かい目でね見守っといてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。